はい、こんにちは。友村真の猿でもわかる AI 社会。今日もですね、アフターコロナに向けて僕が考えていることを話します。で、今日はですね、アフターコロナで伸びる業界、仕事について話したいなと思ってます。つまりこれはこれから、転職を考えている人や、もしくは就職しようと思っている大学生の人にも聞いてほしいですし、残念ながらコロナ解雇、コロナ失業の対象になっちゃって、次の新しい仕事先を探している方にも聞いてほしいなと思ってます。どういう業界がアフターコロナの世界で伸びていくかということでお話しますけど、これね、よく言われてるのが IT 業界じゃないですか。だから、IT 業界です、以上ですとかいうふうに終わろうと思いませんので、それだったら誰でも言ってることなんで皆さん知ってると思うんですよね。と僕も IT 業界にいるんですけど、コンサルタントしてるんですけど、その IT 業界の中で、4つ指標が僕の中でありまして、この4つの指標を満たしている会社はこれから伸びていくと思ってるんですね。つまりあれですね、上場している会社であれば、株を買う人にも聞いてほしいなと思ってます。どういう IT 企業の株を買えば儲かるかということも見えてきますので、まず最初に一応この図を見せておくんですけど、 IT が伸びてるって言ってるけど、本当かよっていうところなんですけど、一応これ見せておきますね。左側が平成元年の世界時価総額ランキングです。見ての通り日本の企業がずらーっとあるんですよね。わすごいな日本つってね、世界に思われてた頃ですね。で、右側が平成31年ですね。ちょっと古いんですけど、だから3年前なのか、ちょっともうすでに古いんですけど、見ての通りもう日本の企業は消えてしまい、IT 企業ばっかりになってる。で、こういうふうに、こういうものを見てもすぐ分かりますよね。 IT 業界がやっぱりこれからは世界を牽引していってるっていうのは、なんていうか、みんなが肌感覚で感じてるものではなくて、こうやって数字としても出てるってことなんですけど、まずね、僕ね、本当にね、その声を大にして言いたいことがあって、それ何かと言いますと、尊敬する先輩にがいるし、その人にうちの会社来ないかと言われているからとか、知ってる、なんかすごいなと思ってる身近な経営者がいて、その人の会社に入ってその人の元で学びたいからとかっていうのも、そういう思いで仕事するって、一つすごく大切なんですけど、今日今から話すこともぜひ知っておいてほしいんですね。つまりその皆さんが尊敬してる人が世の中の流れを読み違えたら、その船は沈んじゃうんですよ。ということに、その船に乗ってたら一緒に沈んじゃったりすることがありますんで、そうならないようにですね、尊敬するのはいいんですよ。尊敬しててもいいんですけど、その業界がどうなっていくかっていうのは、もう自衛のために自分で知識として持っておかないといけないんですね。ということで、IT 業界って言ってもね、いろんな IT 業界あるわけですよ。だから、IT 業界に就職すれば A っていうわけじゃないんですよね。で、伸びていく IT と伸びていかない IT っていうのがあって、伸びていく IT っていうのは、その IT 業界の中で、今から話すこの4つの指標を大切にして、この4つを見極めて、この4つをクリアしてるんであれば、その会社は結構、これからもアフターコロナの世界でも安泰な可能性が高いので、安心して就職してはいかがでしょうかという話です。はい、早速いきますよ。まず1つ目の指標なんですけど、これは、自社の商品があるか、自社の商品サービスを持ってるかどうかっていうところなんですよ。で、これね、例えば IT の広告代理店とかってあるじゃないですか。で、それって他社の広告をクライアントに売る仲介業をしてるだけなんですよ。自社の商品じゃないんですよ。こういうとこなんですね。で、こういうとこって、要はシンプルに言うと間を抜いてマージンをもらってやってるだけなんで、自分の会社の商品じゃないんですよね。で、これってインターネットの世界がない世界だったらまかり通ってたんですけどね。で、インターネットがもう登場してるから、その広告を作った会社と広告を打ちたい会社がもう直接ダイレクトにつながれるんですよ。で、間をマージンを抜く代理店ってもういらないんですよね。これって別に普通に IT 関係なくリアルの世界でもそうですよね。小売業者の中で問屋っていうのは残念ながら時代の役目を終えていってるわけですよ。あとですね、典型的な IT 会社なんですけど、ホームページ制作会社とかですね、これも実は注意が必要なんですよ。要はホームページ制作会社ってホームページを発注が来たら作って納品してっていう、それを繰り返してるだけなんですよ。別にその自社の商品サービスがあるわけじゃないんですよ。で、こういうのって広告代理店と一緒でライバルがいっぱいいるんですよ。だから今お客さんがたまたま来てても、もっと安くて上手なホームページ作れる会社が隣にできたら、とかもういっぱい乱立してるんですけどね。で、どんどん仕事減っていくわけですよ。だから今なんか売り上げがあるからといって、ただホームページを作ってるだけの会社とかは黄色信号です。自分の自社商品を持ってないから。じゃあ自社の商品サービスってどういうものかというと、分かりやすい例で言いますと、ネットフリックスみたいなもんですよね。ネットフリックスみたいに、オリジナル映画を作ってオリジナルのプラットフォームを持ってる会社とかですよ。他にも、IT のツールで言えば Adobe とかですね、イラストレーターとか Photoshop とかってもう世界で活躍してるツールを持ってるじゃないですか。
IBM で言えばワトソンとかね AI を持ってるじゃないですか。それはねパナソニックはなんかレッツノートというノートパソコンという商品を持ってるとかと意味が違いますよね。まあ ものじゃないですよ。ものじゃなくて、僕が言ってる商品っていうのはあの商品って物質じゃないんですよ。サービスであったりそのネットフリックスのようなオリジナルコンテンツ、デジタルコンテンツってことです、商品っていうのは。はい、次指標2番目ですけど、そのサービス商品がストックになってる、フローになってないってことです。流れていかないってことです。ストックになってるってことです。ネットフリックスとかもまあそうなんですけど、ストックになってるってどういうことかっていうと、売上が増えるじゃないですか。売上増えるっていうのは要はネットフリックスの加入者が増えるってことですよね。売上増えてもネットフリックスって人が増えたらちょっとサーバーの容量増やすとかだけで、人が増えた分だけ余分な経費が増えないんですよ。これがポイントなんですね。アドビもさっき挙げたのもそうですよね。イラストレーターとかフォトショップとかつってもうそのツールを用意してるから、お客さんが増えても別に仕事は増えないんですよ。実際だから経費は増えないんですよ。さっき言ったホームページ制作会社とかってお客さん増えるじゃないですか。ホームページ作る仕事増えるじゃないですか。ってことはホームページ作る人が増えるじゃないですか。だから経費増えるんですよ。というふうにですね、売上が増えても固定費が増えていったり変動費が増えていったりするものってあるんですね。でこういうのもやっぱ危険信号です。はい、指標3つ目、その商品サービスがその業界ではある程度代名詞になってるってことですね。例えばそのネットフリックスもね、映画のストリーミングサービスで言えばネットフリックスだよね、アマプラだよねとかね、Hulu だよねとかってある程度名前があるやつですね。イラストツールだったらイラストレーターだよねとか、仕事発注サイトで言えばランサーズだよねとか、クラウドワークスだよねとか、マーケティングオートメーションツールで言えばセールスフォースだよねとか、業務用の AI で言えばワトソンだよねとか、まあ僕今これいっぱい大きい会社挙げてますけど、別にちっちゃいところでもそうです。まあ例えば会計ソフトとか、会計ソフトだったらどこどこだよねとか、マネーフォワードだよねとか、フリーだよねとか、まあそれぞれのその業界で、例えばもうちっちゃいチャットボットとかでいいや、チャットボットだったら何々だよねとか、 IT のツールの中でもそのツールのその業界の中である程度代名詞になってるってことが大事ですね。なんで代名詞になってることが大事かっていうと、 IT の世界ってですね、一強独占なんですよ。で、まあ、一強にならなくても、まあ、二強、三強とかになるんですけど、まあ、携帯のキャリアみたいなのを想像してみてください。au、ドコモ、ソフトバンク、もう三強じゃないですか。ね、一応楽天とか入ったりしてますけど、10も20も30も入ってこれないんですよね。まあ、入ってきたとしても、もう儲かんないから、アンテナを立てないといけないしね、もうその、勝てないから、もう入ってこないんですよ。別に入ってこれるようになったんですよ、もう法律上はですね。でも入ってこないんですよね。という状況がネットってすごく起こるんですよ。だから、先に市場独占したものの勝ちなんですよね。アマゾンに勝つ会社ってもう出てこないじゃないですか。はい、4つ目の指標、これはその市場が拡大しているってことです。 IT の中でも拡大している市場っていうのがやっぱあるんですね。もうさっきからネットフリックスばっかり出すんですけど、ネットフリックスとかそうですよね。もう巣ごもり需要ってやつですよ。コロナに向けて、まあ、あとズームもそうですよね。テレワークが伸びて市場がもう追い風になってるんですよね。ですね、まあ、RPA とかマーケティングオートメーションツールとかですね、要はアフターコロナの世界では、まあ、できるだけ人と接することなく業務を遂行するために開発されたツールの市場って伸びていくんですよね。だからそういうツールを開発してるか、リモートワーク用のツールを開発してる会社とかですね、 AI を駆使してデータを分析する会社とかですね、自動運転技術の AI を開発してる会社とかですね、もう市場が伸びることが分かってるんですよ。予想できることなんですよね。はい、まとめますと、IT 業界がこれから伸びると分かってるはいるんですけど、どういう IT 業界が伸びていくかというための4つの指標を話しました。1つが自分の会社の商品サービスを持っている。2つ目はその商品がストックになっている。お客様が増えても経費が増えないってやつですね。はい、3つ目はその商品サービスがある程度その業界で代名詞になるぐらい、市場で認知度がある。IT 業界っていうのは後乗りができないんでですね、後から入ってくることがなかなか難しいんで。はい、4つ目の指標はアフターコロナの世界で市場が拡大しているってことですね。自分が就職しようかなとか転職しようかなって思ってる会社が IT 会社だったら、ぜひこの4つを思い出して、この4つに当てはまってるかどうかを真剣に考えてみてですね、新しい職場に選んでみてはいかがでしょうか、ということです。じゃあね、バイバイ。